皆さんこんにちは、ミスターたけしです。今日はですね、松島湾のちょっと奥の方ですね、奥松島のところに来てるんですけども、今朝Jアラートが急になって緊急地震速報かなと思ったんですけども、北朝鮮からミサイルが発射されたらしくて、母からも電話かかってきて、なんか防災無線が鳴ったりね、ただまあ日本上空はね通らなかったみたいなんですけども、やはりいつどこで何が起こるかわからないということを考えるとね、防空壕を探すとか、頑丈な建物に入ってとか地下とか言われてもないんで、ちょっとね、そういったもし緊急事態が起きた場合の備えというものをね、考える、きっかけにもなったかなと思いますんで、まあ感謝することは、北朝鮮のミサイルに感謝することは特にないんですけども、まあ、とにかく皆さん平和に暮らしましょう。ね、とにかく隣近所とかね、ご友人とか知り合いの人とね、なんかピリピリせず、仲良く、やればいいかなっていうふうに思ってます。先日、前回ね、石巻の動画上げたんですけども、スライドショーにしたんですけども、今日は、桜葉ドンクラブ関西にもありまして、明石教室と皆さんがイベントに出演しましたので、今日はそのスライドショーをご覧ください。また見てください。じゃあねー。